武蔵野大学の橋本修佐と申します。今回セミナーでは人間科学という視点から住宅環境についてお話をしたいというふうに思います。住宅の環境は現代文明では非常に大きく変わってきたわけですが、人間の生理心理的な機能というのはほとんど変わっていません。そのミスマッチによる大きな問題がいろいろあるわけですが、それを例えば温熱生理学あるいは生物学的なリズムの問題、そういうふうな視点からいろいろとお話をしたいというふうに思っております。